こんにちは、かなあです。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もありがとうございます。まず最初に少しお知らせさせていただきます。私はオラクルカードリーディングと数秘のセッションとアセンション数秘術の講座をさせていただいてます。講座の方はマンツーマンでさせていただいてます。講座を終了された方に向けて、さらに奥深く、中級編ということで今募集させていただいてます。詳しくは概要欄に貼ってますので、そちらの方を見ていただければ嬉しいです。今日はですね、最近の気づきについてお話ししていきたいと思います。数秘術を私はさせていただいてるんですけれども、数秘術の中でですね、サイクルっていうのがありまして、1から9までサイクルがあって、9年一括りになっていて、9まで来たら次また新しい9年間が始まるっていうサイクルがあるんですね。で、私の今のサイクルっていうのが最後の9のサイクルで、誕生日を起点にしますので、誕生日からエネルギーが全く変わった新しいステージに、新しい9年間のスタートに入っていく、最後の最後の、今私サイクルもう本当に終わり、もうすぐ誕生日なので、もうすぐ9が終わるっていうところに来てるんですね。数秘を学んだ年がですね、8のサイクルで、8っていうのはギフト、なんか報酬とか、すごい喜び、のその年なんですね。で、その時に、まあ、数秘と出会いまして、で、そこからすごく、本当にギフトの年だったなって思える感じだったんですけれども、9のサイクルに入ってですね、まあ突然なんかすごい、もう新しいステージに行く前に全部出し切ってしまうっていう、9っていうのは浄化の年になりますので、まあ、ものすごくいろんなことが次から次へとやってきて、やっぱり本当にすごく苦しい年ではありました。で、そうなんですが、やっぱり苦しいので、その分乗り越えた後の成長っていうものは感じられてはいるんですけれども、最近の気づきなんですけれども、私は、昔から、自分のことをですね、弱い存在だとか、まあ、恐れが強いんですね、私は。で、あとこれといって何かが できて得意っていうこともなくですね、まあ、何にもできないっていうふうに自分のことを思っていて、で、まあ、そんなふうに生きてたので、それを証明するかのように、何をやってもうまくいかないっていう風な、まあ、そういう思ったことが現実になるので、まあ、そういう現実が起こって、その現実を見てさらに自分を否定するっていう負のスパイラルの人生だったんですね。で、スピリチュアルを学んで、だんだんいろいろ分かってくるわけなんですね。わざわざ自己肯定感を低くするために、自分で否定的であったり抑圧的な親を選んだっていうことが分かったり、その経験が魂の望みに気づかせてくれるものだったんだっていうことが分かったり、現実がうまくいかないのはですね、そこでその現実で何かやっていくっていうよりは、霊的な道にやることがあるから、まあ、人生に制限をかけられて、自分を見つめる機会を与えられて、で、魂の望みに気づいていくっていうことだったんだなっていうのを知ったんですね。この3次元での人生がうまくいかないっていう人はですね、自分が悪いとか、自分の欠点を見たり、自分の努力が足りないって自分のことを責めたり否定したりしがちなんですけれども、この人生が思ったようにいかないとか、うまくいかないのは、うまくいってしまいすぎると、この世界で何も自分を見つめることなく生きてしまって、人生を無駄にしてしまうからなんですね。だからうまくいかないんですね。どうして私はこんなにね、うまくいかないんだろうと、そういうことがあるから目に見えない世界へと導かれて、まあ、そのためにそういう人生になっているっていうことなんですね。なので、人生がうまくいかない、自分は何のために生まれて
何のために生きているのか、生まれてきたのかなど思う方はですね、この3次元に答えはなくて、スピリチュアルの世界に目を向けるためにそうなっているってことを知ってほしいなというふうに思います。そして、私たちの魂っていうのはですね、完全で欠けることない、愛そのものの存在なんですけれども、人間の自分ですねだとやっぱりブロックっていうものがいっぱいあって、それが思考をコントロール、してしまうので、目の前の出来事だけを見て、その自分はダメだっていうふうにジャッジしてしまうんですね。で、私もですね、自己肯定感が低くて、何をやってもダメとか、自分のことを弱虫だとか怖がりだとか思っていて、何か堂々としてる人が、羨ましいなとか、いつも自分を否定していたんですね。なのでそんな弱い自分だから、何かがあってですね、人に頼ったりするっていうことは普通はね頼っていいことでも頼るとさらに自分のことをこれ以上何もできない自分がさらにね人に頼らないと生きていけないっていうことを、そんな自分を許せなかったりとか見たくない認めたくないっていうのがあったと思うんですね。なので人に頼らず自分で何とかしようと私はしてしまうんですけれども、なんかいろんな出来事が起こっても絶対に頼りたくないし、頼っても分かってもらえないっていうのも あったりね。でそれで、自分でやるしかないっていうふうにいろんな今まで問題が出てきたとしても全部自分でこう何とかしようとしてしまっていたんですね。で頼ることっていうのは弱いことで、頼ることっていうのは逃げることっていうふうに思ってたんですね。で本当は逃げたいのに頼りたいのに これ以上惨めな自分を見るのが辛いとか苦しいとか、だから、自分で何とかしようと、できるだけ頑張ってきたのかなっていうふうに気づいたんですね。そのようなずっと人生だったような気がします。そして、弱い自分を、見るのが嫌で認めたくなくて頑張って やるけれどもやっぱり限界があるので、でキャパオーバーになって、でさらに辛くなるみたいなことを繰り返したような気がするんですね。さらにですね、スピリチュアルを学んでいるので自分の現実は自分で作っているっていうふうにも分かっているので、人のせいにはできないですし、でももう限界も来て、でかなり苦しくなってた気がするんですね。で2023年、去年は私は9のサイクルだったので、浄化の年なので、もう今まで、見たくなくて蓋をしてきたとかスルーしてきた問題がもう次から次へと浮上してきてですね、それは次の新たな9年サイクルのスタートに行くために、起きているので、高い視点で見るといいことが起こっているんですけれども、私自身はですね、次から次へと蓋をしていた問題が起こってくるので、本当に心がやっぱり苦しくなってきて、ついていけなくなってきて、そういう現実もですね、自分で作っているっていうことも分かっているので、もうそこもこう自分で作ってるんだなっていうふうに内にこもらせていたような気がするんですね。そんな私がようやくですね、最近ちょっと抜けれたなっていうふうに思うんですけれども、それは今まで振り返ってみてどうだったかなって思ったんですね。私はだから弱い自分を認めたくなくて、だから人に頼りたくないっていうふうに固くなに思っていて、でそれはこれ以上惨めな自分を見たくなかったんですね。でだからそこがフォーカスされてしまって、頼りたくない、絶対に頼らないって思ってるので、逆に頼らざるを得ない
状態を現象化していたんですね。なので、もうどうしようもなくて、私の場合は、自分の親に頼ってしまったんですけれども、絶対に親にだけはもう頼りたくなかったんですね。で、その親に頼らざるを得なくて、頼ってみたらですね、いろんな感情も湧いてきてですね、いろいろと出てきたんですけれども、でも頼った後でですね、意外となんか思ってたよりも罪悪感もなく、自分を否定することもなく、頼ることができたっていう風になったんですね。やっぱり何事もバランスニュートラルなので、本当に堅くなに頼りたくない、自分の現実は自分で作ってるからと全部自分で背負い込んで、ものすごくなんかこう頑張りすぎているっていう、それってやっぱりリラックスしている状態とは言えないので、分離してたんだなっていうふうに気づいたんですね。その頼りたくないっていうもののベースにあるのは、自分の弱さを見たくない、認めたくない、惨めな自分を見たくないっていう思いがベースだったので、なのでもう頼らざるを得ない苦しい状況を作り出していたっていうことに気づいたっていうことなんですね。で、上からのメッセージとしてはですね、その時に頼りなさいっていうことで、で頼ることは弱いことではないって言われたんですね。自分の弱みを、見せて、弱いところを受け入れなければ頼ることはできないっていうこと で、そして頼ることができるのは本当は強いからっていうことを言われたんですね。なので自分で何とかしようと頑張ってる方はですね、でまずは頼ってみようっていうふうに思ってみるとかですね、自分はなんで頼れないと思ってるんだろうと見つめてみたりですね。で、頼ることは逆に弱さを受け入れることなんだっていうふうに思って、見ていただければなっていうふうに思います。それ頼ることができたらですね、もう頼るっていうレッスンは終わりになるんですね。なのでもう誰かに頼らないといけないような苦しい状況からは抜けれるんですね。それが堅くなに自分でやってるんだとかね、自分の世界を自分で作ってるんだ、だから頼ることはできないみたいな風に堅くなになっているとニュートラルではないので、ずっとそういう苦しい状況を作り出してしまうということだと思うので、もう頼っていいっていうことですね。そして、そういうふうに気づいたんですけれども、ここに至るまでにですね、本当は魂っていうのは弱くはないんですけれども、エゴがですね、自分の弱さを、直視したくないわけですね。なので、頼りたくないってことに固くなになってしまうんですね。自分の現実は自分で作っているから、もう頼ることはできないって思っていたので、学びだと気づけず、苦しさが増すばかり、だったんですけれども、そんな中で私が、そこを抜けられたのは、家族以外でですね、信頼できる人がいてくれたからなんですね。その方はですね、いつでも私のことを信頼してくれていて、見守ってくれているんですね。で、必要な時は、助言もしていただけたりして、でその方の言葉はですね、完全に私を信頼してくれているエネルギーが、私がそれを受け取った時に、この世界を生きていく強さとか勇気を私に与えてくれたんですね。信頼されてるっていう、その信頼のエネルギーを受け取るっていうことが、本当に自分を強くしてくれて、安心させてくれるんだなっていうことを実感して、でそれがなかったら、私はとうに自分を見失ってどうなっていたかわからないっていうふうに思うんですね。なので、この動画を
まあ、見てくださる皆さんも、もし私と同じように感じられた方がいらっしゃったら、頼るっていうことをチャレンジしてみてほしいなっていうふうに思います。誰か周りの方に頼ってみてもいいと思いますし、私もセッションやってますので、私に頼っていただいても大丈夫です。頼るっていうことは自分の弱さと向き合うってことなんですね。なのでだから本当は、頼るっていうのは自分の奥深くにある、光、強さを見つける作業だと思うんですね。なのでまあそこから抜けた、今の私にできることっていうことを、精一杯させていただきたいなっていうふうに思っています。これから本当に私もずっと統合やってきて感じるんですけれども、本当に少しずれただけでもどんどんこう急速にずれていくっていう体験をしたんですね。なのでもう本当にずれた時の苦しさが本当に大変だったので、これはもう本当に皆さんで支え合ってこの厳しい時代を乗り越えていけたらいいなっていうふうに思っていますので、ぜひこうピンと来られた方はですね、また私に会っていただければなっていうふうに思います。以上でお話は終わりになります。いつも聞いていただきありがとうございます。そしてセッションや講座を通してつながってくださった皆様に、心よりお礼を申し上げます。本当にいつもありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。